今日はあの落ち葉集めをやっています。でこの落ち葉集めしているのはあの雑木林でして、あの見える範囲でいうとですね、コナラですとか、あとはクヌギですね、あとは桜なんかがあの植わっています。でもともとはこの辺りはあの椎茸の栽培が盛ん だったりしてですね、まあ、そういうキノコの栽培をするために使われた雑木林なんですけれども、あまりそういうふうに使われなくなって空いてたところを我が家で借りて使っています。でここはだいたい2単部20アールぐらいなんですけれども、まあ、これと同じぐらいのところを全部で3カ所ぐらい借りてですね、落ち葉を集めています。でこちらが集めた落ち葉の山なんですけれども、我が家は2種類の使い方をしていてですね、1つはこうやって森の中でそのまま大きな山にしておいて、これが3年後ぐらいですね、このまま置いておくとこれが最終的に土になります。その土を苗を育てる育苗用の土として使っています。でもう一つそれは別の山なんですけれども、そこは森の中からですね、落ち葉を全部持ち出して踏み込み温床というですね、米ぬかだとか落ち葉だとか水だとかを合わせてですね、発酵させて、その発酵熱で、野菜の苗を育てるっていうようなことに使っています。まあ、苗の踏み込み温床っていう両方とも苗のためにね、落ち葉を集めています。やはりこう森を破りになった状態じゃ落ち葉集められないので、まあ、丁寧に夏だとか秋にですね、一回下草刈りをしてですね、森に入りやすいように管理をします。そうするとご覧の通りですね、いわゆる里山っていうんですかね、綺麗な雑木林になります。でこういう状態の雑木林になるとですね、例えばこれから4月になると春蘭っていうですね、蘭が咲いたりだとかですね、あるいは金蘭だとか銀蘭だとかっていうような蘭の仲間も咲いたりとかですね、まあすごく自然豊かな森が広がっていきます。でまあこういう落ち葉集めをするような農業がこういう地域の自然も同時に作っていくっていうのが理想で、まあ、それも目的の重要な一つでこうやって落ち葉を集めています。